tell you a story. When I was young, I had dreams of glory. Oh, these mistakes seem to come like a flood. Until my days, my days. この番組はワンアンドオンリーエクスペリエンス、唯一無二の体験をお届けするゴルフタイランドとライジングレディース心斎橋ゴルフスタジオの提供でお送りします。さあゴルフの楽園タイへ。最高の環境で楽しむ厳選された人気コース、極上のおもてなしがあなたを解放する。ゴルフの楽園へようこそ。ゴルフタイランド。番組 MC の徳原恵里です。よろしくお願いします。さて今回はライジングレディース心斎橋ゴルフスタジオが自信を持ってお届けします、一人自慢の女子選手たちによるダブルススキンズマッチになります。舞台は大阪府池田市にある藤尾ゴルフクラブ。全27ホールの中から前半は景観美に囲まれたチャンピオンコースの東コース、後半はグリーンの起伏やうねりが多く難しい西コースを使用いたします。ティーショットは力みすぎずにフェアウェイキープを心がけたいところです。チーム関東のお二人、先攻後攻どうしますか？どうしよう、先攻で行ってみる、はい、せっかくなら意外に先攻がいい、はい、いいかもしれないですね。プレッシャー感が少ないのかな。僕もドラコンでもし買ったら先攻選びますもん。あ、僕もさっき言えたらええと思う方や、ね、はいはい、じゃあ南出さんが言うなら、はい、人のせいにされる。言ったからって後で言ったから、そう、それは関係しないからね。先行しよう、はい、先行で行きましょう、はいはい、お願いします。はい、お願いします。裾の右、はい、右だけがかった、ナイス。これがちょっとラフですね。これはどうや、微妙。でも我慢してある。ちょっと右跳ねた。そうやね。だからあっち行くとちょっと下落ちちゃうんで。こうやってる。傾斜がなるほど。足の間行ったかな。めっちゃいいとこです。完璧、完璧です。ゴルフよりはちょっと振ってるかも。さすが女帝。わあ、めっちゃいい。
たわ。これちょっと、ちょっとラフかな。キック。あ、キック。めっちゃキック。キックしましたよ。フェアウェイまで出てるか、どっかな、どうかってとこです。フェアウェイ狭いんですね。ね。ラフが元気なら。ナイスショット。これも完璧。素晴らしい。あとはもう距離震えてみようかな。ナイスです。絶対ないですよね。ナイスです。そうですね、行ってみてですね。これもツーオン狙いますか、2人とも。え、距離ヤードじゃ。たチームともどうですか。狙えるんかな。でも正直右のラフはあちょっと狙うのは厳しいかもとは思います、ね。215の225。でも狙ってほしいですけどね。225、はい、結構ある。でピン奥なんで220ぐらい打てば、うん、ピンはプラス9、2段グリーンの上です。220？ あ、ごめんなさい。25か。これは惜しかったね。しかしこれフェアウェイやったらこっちやもんね。です、はい、うん、こう打ってきてるんで。あ、そっか。そう、こういう風に打ってきたんで。あー、惜しい。惜しい。狙いましょう。30センチですね。そう、ほんと30センチ。3号ください。3号一緒でお願いします。2オン狙いですね。はい、はい、お、球上がります。さあ、4人ともがウッド持ってるってことは全員2オン狙いですね。2オン狙い、うん、宮田選手何ヤードありました。227ヤードです。227、はい、はい、お、スプーンですか。スプーンで、うん、2段グリーンの上の段なんで、はい、227はそれ直線ですか。であ、入れてます。入れて、入れて、お、気に当たらなければ。抜けた。抜けた。抜けた。ナイス。抜けた。すごい。抜けた。綺麗に木の間抜けたよ。抜けましたね、今。すごい。そう、たぶん、もうちょっとミスショットですけど。ナイスです。いや、ですよね。木の間抜けて、なおかつグリーン。なおかつグリーンまで行ってる。ございます。ナイス。ナイスです。ございます。ちょっとカット目にいった感じですけど。はい、うん。すごいですね。やっぱりここから行くとやっぱ気がちょっと邪魔になるんでね、上から。ああ、邪魔になってます。はい。お願いします。なんか、うん、2オンって狙って行ったらラッキーっていう風な感じかと思ったら、うん、お二人とも、ね、余裕で。ありがとうございます。これもいいですか。僕も2オンできたらラッキーかな。ウッドだったらね。はい。うん、ラフなんでどんだけ、うん、食われるか。入った。今ちょっと右やな。あ、出てきた。入ってきた。ナイス。日頃の答えがいいから。ラフ。セーフはセーフなんで、しっかりもうここは狙って、うん、あれがね、もし俺だとちょっと初戦でね、やっぱプレッシャーがかかるかかる。残ってるよ、だから。はい。離陸しないってことかな。離陸しない。バンカー、バンカーかな、うん、多分。バンカーかな。バンカーかな。はい。はい、離陸しませんでした。離陸しませんでした。上がんなかった。これはでもちょっとチーム関西有利やな。ですね。チャンス。あ、一個乗ってる。アイリちゃんが多分左やね。おー、すごい。おー、ナイスオン。あ、両方乗ってる。わ、近い。すごい。近いな。わ、本当だ。これはもうチーム関西はどこまで寄せて。
いや、出ない出ない。出ます。54です。はい、これもうまいよ。おー、ナイス。まあ、上に行きましたよ。チャンスある、ま、同じ段に乗ってるんで、はい、ちょっとパターンは長いですけど、チャンスはまだ残ってますから。そうですね、はい、2人で打てますし。そうなんです、はい、うん、もうしのちゃんボールですか。はい、はい、もう完璧やん。ぴったりでした。あるならぐらいかな。でもマークより左っていうかあれやから。じゃあ先にバーディーを、はい、おそう、ここ入れとけば、うん、可能性はあるよね。そうですね、ラインがいまいちわかんないんだけど、なかなかね、難しいですけど、引き分けには持っていけるんで、うん、最後すらですよね、入れたいですね、うん、結構だからやっぱり2人ともやっぱ届かしたい、はい、それはまず最低条件、はい、フックすら。うん、そう、しっかりこうやって打ってる方がいい。きた、切れた、わー、惜しい。これも切れないようになったんで、はい、うん、すぐ。あ、どちらもあまり浅めに読んでしか。これは、そうですね、オッケーで、うん、オッケーで。そしたらさきちゃんがもう、え、どのあたり狙いました。私は、はい、フックすらに読んで、はい、でも結局あんまりやっぱ切れなかったから、じゃあまっすぐで。そうね、まっすぐ強めでいいと思う。強めで打ちたいという気持ちで。よく見えるんです。最後のスライスがそんなにないのかな。ゴー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 
強めに打ったのちょっと登ってナイストライ打ってないのよ、はい、これ拾っていいんですよね。どうぞ。 OK です。ピックアップして。惜しかった、はい、よし。惜しかった。ラインをちょっと気にしすぎたな。気にしすぎた、うん、見て OK 打たせる。イーグルパット、はい、うん、ゴーゴー。弱い。はい、まあ、OK だ。 OK でいいですか。 OK。 まっすぐ。辻岡選手にガツンとガツンと。そうですね。はい、見たい。またイーグル見たいです。バーディーは確定してるので、はい、ナイス、はい、ナイスバーディー、ナイスバーディー、ありがとうございます。入れたかった。ナイスバーディーでした。ありがとうございます、はい、でもちょっと悔しいですか。ちょっと悔しいですけど、 で、 す、ね、でもまあ2人のこうちょうど噛み合ったバーディーかなとは思います。確かに。けどやっぱり入れたかった。そうですね。あくまで来たら入れたいよね、はい、でもまあこのホールに関してはやっぱり勝ちなんで、うん、勝ちだし、やっぱり飛距離が物を言うホールね、はい、うん、でも普通の女性が出たら多分このホールは届かない。無理です、うん、はい、なのでやっぱりこれ飛距離って大事やなっていうのはこのホールで皆さん見ていただいて分かったと思うんで、ね、本当にドライバーショットと次のそう次も、ね、ドライバー飛ぶ人は次のアイアンとかウッドも飛ぶわけですから、はい、こうやって2オンでイーグルの可能性が出てくると、うん、楽しいね、飛距離は、はい、いや、すごい楽しいゴルフ、はいはい、見させていただいてます、はい、はい、次も頑張ってください、頑張ってください、お願いします。東コース5番、404ヤード、パー4、大きく打ち下ろしのミドルホール。ピンポジションによっては距離の出しすぎにも注意。先行でいいか、はい、こうチームカード先行いきますか。先行にそう、このホールね、ドラコンやけどもドライバー打つと
無理なの。フェアウェイ途切れてて240以上打つともうラフで、うん、次のフェアウェイまでは310ぐらい打たないとダメなんで、ね、だからそこいかにフェアウェイ240の先まで行けるかレースで、ね、それでドラゴンが決まる、はい、そうですね、はい、チキンレースです。どこまで行けるかです。なるほど、はい、どっちにしろ仕方ないか。先行いきます。はい、はい、ちょっと左やな。どうです、どうかな。ちょっと左か。これ左なの。見えへん。見えない。見えないね。見えなかったですね。見えないですね。もっと右でよかったのか。フェアウェイの左端ぐらい。でも左も広いけど落ちたのが見えなかった。お願いします。私もスプーンでいきます。はい、スプーンで、はい、打ち下ろしはちょっとやっぱ体がこう突っ込みやすいんでちょっと左に行きやすくなるのを、なんか目線を同じこのラインで高いところ見ながら打った方が打ちやすいです、うん。めっちゃいいです。どこまで行くかです。あとは。あ、全然届かん。結構手前です。あ、嘘。結構手前。全然届かん。結構。そうか。もうフェアウェイセンター越えてしまってもいいですよ、ドラゴン選手だから。うん、はい、それぐらい見せてください。そういうことか。ちょっと左かな、これも。しのちゃんと同じ方向。左はちょっと見にくい。まあラフですかね。ラフ。お塩先生、ラフだそうです。はい。はい、スプーンです。はい。はい。スプーンで。それやっぱドライバーで240ってなるとやっぱり突き抜ける可能性は高いので、まあ、スプーンになりますよね、どうしても。ちょっと右ですけど、フェアウェイです。どうなんだろう。フェアウェイ。フェアウェイ。フェアウェイ。はい。フェアウェイ。ありがとうございます。どっちが前かなってだけで。そうですね。さきちゃんかあいりちゃんか。そう。お塩選手、ドラコン権利。ドラコン権利。獲得ですね。おめでとうございます。ありがとうございます。さっきのホールは、チーム関西がドラゴンの権利を持ってるからこのホール、はい、パーしかバーディ縛りってことですね。そうですね。9、9、9、9押さえで、はい、いきます。左足下がり、左下がってて前下がり、9番、うん、あーちょっと乗ってる、乗ってる。ナイス、ありがとうございます。抜かないでいつも抜こうとしちゃう。まあ杉山選手とピンの間ぐらい狙っちゃってってください。はい、9番ですか。 P です。 P、 お、さすが飛びますからですね。
でいい。ダン。距離。ナイス。ナイス。もう。テーマ。バッチシですか。そこでいいと思います。ナイスです。パター次第。無理してピンの方を。任せます。頑張る。バンカーに収めたらそこでいいです。ナイス、ナイス、出ます。ナイスです。打ち下ろしも考えつつ。何番ですか？私ピッチングでちょっとコントロール目に。はい。うまいこと打ったけど、ちょっと右。あ、ちょっと右、ちょっと右、ちょっと右ですね、これは。ちょっと芝に負けてしまいました、今。バンカーですかね。バンカーバンカーまで行った。うん、多分。行ったような気がしますね。距離は行ってる、全然。距離的には、ちょうどいい感じ、今ので。ちょっとフォローで芝に負けました、やっぱり。やっぱりね、この緑の濃い芝は、結構元気なので。ほんまにピンわかんない。辻岡選手がどんだけフォローしてくれるかなと。そうですね。同じくピッチングですか？46です。46。おお。うわ、めっちゃ食われた。ちょっと負けたな、今。ちょうどいいとこ落ちるんだよね。左。あ、手前かな？手前？おら？バンカーお、わあ、やばい、ピンチ。あれボギーある。ちなみにボギーあるから、あ、ドラコンがボギー叩いたら相手チームです。やばい、あの向こうのチームの顔見て、あの向こうのチームやっぱりこのラフはちょっとしんどいよね。ラフちょっと手強いですね。じゃパター入る。パター入る。よし、パターが一番大事。スライスラインでしょ。いや、さっきな、皆さんライン見せてくれたのにな。あ、距離感だけだったね。強かったら入ったっていうか、届いてたら入ったみたいな、ね、届かすことぐらいはできたでしょう。あー、結構スラだな。結構スラだ。じゃあ横にマークをしておきます。はい、ありがとうございます。でもそれで難しくなってます。芝あると難しい。ちょっとステイ。おお。待って。いや、それ聞いてたけど。ごめんなさい。全然全然。え、そう、練習したいぐらい下手やねんけど。鳴らすと深くなる。そうなんです。ドラコンが全部なくなってる。おっと、あった。入れないと相手チームに行っちゃいます。これ結構両チームともパターンは難しいですね。はい、ですよね。うん、結構グリーンのアンジュレーションが、チーム関西向こうまっすぐ来て最後に下りが入るんで、はい、うん、なかなかね、この距離は入る距離ではないんですけど、ね、可能性はゼロじゃないんで。そうですね。はい、もう入れるしかないパターンなんで。難しい。すら見る。本当両方難しいですね。いや、見ていいと思いますよ。難しいね。届かないと負けになるから、うん、しっかりとね。しやへん。それしやへん。あ、意外と切れないですね。どういうこと。へぇ、あそこまで切れないから。こっちから見たらもうちょっとこう来るのかなって、うん、来そうな感じはするんですけどね。
ターを見てあまりどういうパターをしてくるか、はい、しっかりと、おこれ入れ入れ入れ、うわー、惜しい、いやいや、それぐらいやっぱ強くいくね、うん、ナイス、はい、相手オラオラだな若さ出てる、いやもう届かなかったらね、そうですね、ナイスナイス、まだそれでいいと思う、うん、じゃあバーディー、オラオラオラする、オラオラしない、しないおまあまあオラ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 してる、結構結構オラオラしてる、オラオラしてた、どれぐらい見ました、これぐらいで、はい、意外とあの感じか、伸びましたね、こんな感じ、もうちょっと見ていいかな、じゃあもうちょっと、そうね、これぐらい見て弱めで優しめでプラスアルファちょっと、じゃそいつちょっと超えるぐらいで、ずっと上りではないですね、うん、ずっと上りで、最後ちょっと隠してもらってもいいですか、違う、あっち、あ、ごめんなさい、もうあれもいらないやつだと思う一応同じとこ行ったりするからごめん、まあ、一応2パットで勝ちなので、いやでも、いやこれ2パットが怪しいんですよ、バーディー用みたいですね、囲いに行くのは見たくないかな、まあまあ行くよ、これもまあまあ行くよ、もごろ意外と、まだだと違う、うん、ラインも合ってるけどね、うん、曲がりそうに見えるんですよね、まっすぐはこっちだ、ずっと登ってるように見えるんですけど、なんかどっちも嫌だね、そうそう、最後はちょっと違うかな、じゃあこっちで行くか、いいです、あ、じゃあこっちか、うん、あ、こっちが先、うん、なんかこれチーム関西これ入れとくと、もしかするとまだわからないですね、そうですね、引き分けになるかもしれない、可能性はある、はい、なんか見すぎて悩んできた、わかりますなんかね、まあ、ちょいフックあるぐらいぐらい、うん、ああ切れた、上りか、もうやっぱちょっと弱い、これはあ、オッケーですね、オッケーです、オッケー、まあ確かに、打った後しっかり打つのってむずいですよね、うん、カップの中、右端ぐらいをまっすぐドンって感じかな、マークどっちにした、右に置きました、じゃあ左か、強かった、ナイス、かっこよ、かっこいい、強気強気、出るかと思ったナイス、チーム関西ボギーですね、はい、これ入れてしまえばもう勝ちですからね、はい、うん、うわ、惜しい、切れない、切れないですよね、いやでも私この辺見た、これはオッケーで、はい、ナイス、ナイスパー、ありがとうございます、ありがとうございます、ドキドキ結構今のホールは、ね、スコアの方でチーム関東が一つパーでゲットしたのと、うん、前のホールの、チーム関西のドラコンがボギーによりチーム関東 に行くと、はい、なるほど、結構短いホールなんですけど、うん、やっぱいろいろ考えないといけないホールなんですね、ボギーチョイスもあるし、はい、うん、まあでもフェアウェイとラフを選んだあの選択、うん、そうですね、これ一番大きかったかなと、はい、ちょっとねまたねこう流れ変えて、はいはい、チーム関西頑張ってほしいなと思いますけど、そうですね、はい、
はい、はい、では次行きましょう。はい、行きましょう。東コース6番338ヤードパー4、左ドッグレッグで短めのホール、フェアウェイをキープしてバーディーチャンスにつけたいホールです。はい、では前のホールでチーム関東が勝ちました、うん、はい、はい、おめでとうございます。どうしましょう、うん、先行後攻、うん、先行で、先行で、はい、結構みんな先行選ぶなってきたね。ですね、はい、最初後方がでしょうって言ってたけど、ね、全然先行だ。先行の方が楽なのよ、気楽なのよ。ミスしたらミスしたらもうこっちはもう負けやからね。別にまたミス待ちやからしょうがないから、はい、ね、ちなみにこのホールってどのあたりが狙い目になるんですかね、はい、このホールはね、もうまあ木と木がこう左右にあるんですけど、はい、それの真ん中で打ちたいんですけど、真ん中で少し左目、少し左ドックしてるんで、うん、少し左行きたいんですけど、左に行きすぎると今度ラフになってくるんで、あ、まあ、基本はもうセンターに打ちたいなと、向こうの山の左の方にめがけて打っていくっていう方になります、ね、はい、うん、はい、では行きましょう、はい、お願いします、お願いします。ナイスー、ナイスです。お、少し右ですけど、あれでいいと思います。ナイス、うん、ナイスです。向こうのラフに抜けることはあれではないんで、はい、折れちゃった、ありがとうございます。こっその通りですね。嫌って感じですね。いや、うん、これはでもフェアウェイなのでは。全然大丈夫です。フェアウェイですね。すいません、はい、大丈夫ですけど、まあ、ね、私左足上がりあれなるんですよ。ちょっと苦手。このままペーってなる、うん、ペーってなる。低く打つ前に来なかった杉山選手も大塩選手もね、フェアウェイですけど、うん、あとは距離。そうですね、距離次第。あの右のやつはちょっと飛んでないかな。すいませんナイスショー、我慢我慢、もうちょい右。なんだ、え、めっちゃ飛んでる。 あれセーフかな。セーフなんですけど、うん、ラフかもしれん。なるほど、そのあれもセーフはセーフなんですけど、ね、どうだろう。セーフですか、ラフですか、フェアウェイですか。フェア、え、多分ラフ、多分ラフやった。フェアウェイ、すごい、よーっとも、なあれ以上ない感じ、あのライン、あのライン最高じゃ、ショートカット、もうショートカットやね結果的に、結果的にでもいいとこということで。ナイス、いや完璧だわ、これは完璧、2人ともすごいとこ狙っていくな、ね、ナイス、すごい、さっきのホールの分取り返したろうという仕事存分に出ております、はい、2人ともすごい。すごい、ナイスショットです。素晴らしい、素晴らしい、すごい、すごい、いやいや、すごいね、あれでフェアウェイ行くんや、女性で、すごいわ、だいぶ飛んでますよね、だいぶ飛んでるいや普通の女性、ここの手前やからね、普通は、うんうん、はい、うん、段の手前やから、段越えたら飛んでるなぐらいですよね。そう、段の上行ったら、おーって言うぐらいの、はい、それがもう全然関係ないもんね、すごい、すごい、すごい、ね、すごいとこ、やばい、あそこ行く、下ってあそこ行く、下って登ってんじゃん、わ、ね、あれはでもキャリーなのかな、下って登ったのかな、どういう段、どうやったんでしょうね、
普通は杉山美穂ちゃんのあの辺なのよ。そうですよね。ちょっと左でしょ。ちょっとあそこにお城がいるんですけど。ちょっとロストボール。拾ってきます。一発。一発。ロストボール。すごいな。ただ、でも強いて言えばこの一番下。今日雨降ってない状態とこの下、はい、あそこの左のこの左下がりはちょっと、まあ距離が近いんで、そこまでまあ関係ないかもですけど、できたらこの下が一番打ちやすいの、打ちやすい。あ、なるほど。もしかしたらなくなった。はい。ピン奥ですもんね。ピン奥3ヤード奥ピッチングでいいです、はい、フルショットはしてこないと思います。ちょっと押さえる感じです。あ、なるほど。かっ、おー、いけいけ、おナイス、良さそう、良さそう、めっちゃ良さそう、すごい。このライから28じゃ無理かな、ね、ああいう球が出るんで、あ、でもこの攻め方次第だと思う。結構構えて見てから上げていくみたいな。いや結構左足下がり、確かに左下がってるんで、だどっちの方がイメージ出るかで決めていいんじゃない。はい、48でいきます。はい、はい、もう美穂さんいるから、うん、サギちゃん多分もうちょっと強めにこうクリーンにしっかり乗せてくるかな。ワンバウンドだよ。ちょっと噛んだかな。ちょっと噛んだ。でも転がってくれる。転がってくれる。おお。噛んだ分。噛んだ分転がらない。結果いいところ。結果良かったであり。ラッキー。今のはちょっとラッキーやりますけど。ちなみに篠さんのボールの方ですか。あ、アイリちゃんの方で、はい、96ヤード96。これ見た目よりも左足上がってるんですよね、構えた時に。結構そうですね、上がってますよね。96ヤードなんで私54度でいきます。おお、高い、ダン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 。あら、そう、うん、ちょっとここは見えないですけど、うん、まあ乗ってるのは乗ってると思います。乗ってるでしょう。51です。51度。はい。すごいね、何度っていうクラブいっぱい持ってるね。本当ですね、明治いっぱい、うん。3本入れてます。お。良さそう、これも良さそう、入れ、ナイス、入れって言ってる、入れ言うてる、ピンの根元も見えないのに入れ、入れ、ナイス、入れ言うてる、ピンの根元も見えないのに入れ、入れ、入れ、止まってとかじゃないのに、入れ、ガシャンって、お願いします。すごいね、しのちゃんはこう、大きく上げて、大きくボーンって振るタイプで、はい、ね、アイリちゃんはちっちゃくて、パンってこうヘッドスピード投げていく感じ、ね、まあ、うん、このタイプは全然違う、はい、でもどっちでも、それは合う方で自分でやればいいと思うんで、とか、ちょっと大きかったかな、いや、面白いね、入れに行き過ぎたそうですよね、うん、見てると面白い、ね、2人で2人かも、あ、それは入れてた、いやー、アイリちゃん近いな、確かにナイスだなスクランブルらしくなってきたよ確かにちょっとスライス、ちょっとスライス、あ、違う、間違えた、絶対入ってないわ、え、最後フック、これはこれは入れない、フック、最後フック、さっきの正体切れへんよな、最初のな、うん、ちょっと引き方もなるな、まっすぐだ、右縁まっすぐ、うん、はい、いや、お願い、残念、これは、はい、取っちゃいます、うん、ちょっとだけ切れた、でも、まあ強かったら多分まっすぐそのまま、はい、行くかなぐらい、めっちゃ強く打っていい、いいよ、祈ります、あとは祈るだけ、はい、強く祈ります
くく、あら、押しました。まあ失礼いたしました。ピックアップちょっと強すぎた、ね、ちょっとやりすぎたかなって多分本人も思ってると思う。強いのはいいんだけどね。ちょっと押しましたね。ラインが。ラインが。どっちでもいいで、どっちでもいいで。あいがもう何も考えやうちに先ペンって音。そう、シドが悩ましてる気がすると思って。でも今日のなんか全部左に置きようやな。うまい。ナイス。ナイスバーディー。ありがとうございます。ドラコンバーディー。ドラコンとバーディーと、はい、お見事でした。ありがとうございます。ドラコンはまだまだ権利ですね。はい。権利発生。次のホールか、はい。次のホール次第で。バーディーやったらね。はい。はい、いやでもバーディー嬉しいですよね。嬉しいですね。やっとちゃんと打てました。そうですね。今のは辻岡選手もう良かったからあのパターも先行きって先言ったもんね、はい、よく考えたら確かに完全試合ですね、うん、そうですお任せしました。でもそういうのはね多分18ホールあれば何だかあるよ、はい、1人でやるホールも、うん、そうですね。でもそれもチームワークなんで、はいはい、次のホールじゃあ、はい、しおちゃん頑張りましょう。頑張ります、はい、イエーイ東コース7番170ヤードパー3。横長のグリーンでグリーン奥が狭いので距離感がとても大事なホールです。6番ではい、はい、いきます。ここは手前のバンカーだけ入れたくないですね。また右穴、ちょっと右穴。ナイスオン、はい、ナイスオンです。いや、いいじゃないですか。ちょっと奥目？どこら辺でした？ちょっと奥目です。ダンダンダンちょっと止まるか。おでかいよね。ちょっと大きいですね。こぼれましたね、うん、風はねアゲンストなんですけど。そうですね、低めなんですね、うんうん、しっかりスピンは効いてるんで、あのグリーンさえそこまで硬くなければ、うん、しっかり止まってくれると思うんですけど、今のはちょっと大きかったですね、さすがに。おこれいい、良さげ。お5てきた、どうだ、ナイス、入る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 、ナイス、あれは多分ね、すごい、ナイス、もう狙っちゃって、入れちゃってください。ナイス、すごい近いと思う。おこれいい、良さげ。お5どうだ、ナイス、入る入る入る、のユーティリティですか、うん、あ、ユーティリティ4U で、これもいい、これもいい、これもいい、めちゃめちゃいいのでは、もうちょい服、あー、ゴーゴー、あー、届かず、ナイス、ナイス、ナイス、センターぐらいでナイスオン、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 ナイスオンです、ありがとうございます。またしのさんのティーパクってるわ
これで。ありがとうございます。私のがどこだろう。スライスしてくるか。ちょっと思ったより行かない、うん、全然行かへんかった。重いですね、うん、思ったほどですね。思ったより行かないですね。服いらんと思う。どっちかというとこう今の向こうから打った時の下りじゃなくて山の奥の奥にこう下りって感じです。結構難しいですね、うん、ここはこう行くと難しいですね。だからチームの関東の方はもう最高のところですね。ピンがここまで奥だったら奥まで行ってしまった方がいい。攻めた結果、うん、これしっかり打ったね。お、あ、まあ、これうまい。おー、入れ。おー、惜しい。ナイス。ナイスです。はい、押しマークを持ってきてない。そのまま行ったらいいんじゃない？よいしょ。あ、ごめんごめんごめん。全然大丈夫です。私、ライアーさんと打たれへん。置きっぱなし。ナイスパー。ありがとうございます。これでバイルモホールのドラコンも確定です。あ、よかった。忘れとった。忘れた。すいません、お願いします。ちょっとしました。切れた。あ、ありがとうございます。この辺狙ってちょっと曲がるんでしょうね。ちょっと、まあ弱かちょっとなのかな。狙い目よりかは、うん、こうそうですね、こういうラインなんで、そうですね、ちょっと深いです。斜めから真下じゃないんで。なるほど、うん、右縁強め。右縁でいいです。強めならいいと思う。はい、そう、右縁強めと自分のタッチがあるんで、はい、今聞き直した。多分もう少し読みたいなっていう感じだと思う。合わせるタイプと、うん、おー、惜しい。オッケーです。はい、いつもの立ちじゃない感じで、うん、ちょっと釣れるの、まあ、はい、はい、ショートホールでしたが、ね、パーパー惜しかったですけどね。惜しかったですね。そのやっぱりチーム関東の方がね、はい、ここちょっと入れたかったかなっていうホールでしたけども、確かに。あと2ホール、はい、どうなっていくのか、はい、楽しみですね。はい、行きましょう。